トマトの、ほんとにトマト。ばあちゃんが大きかったらできんの。はい。これまた違った海苔やと。海苔が、海苔のあれを崩さんようなおかずと思って。海苔の味を、海苔に邪魔せんようにと思って。うん。おかず今日はあんまりしてない。大野海苔っていう海苔らしいよ。美味しいんやって、この海苔が。もうでもいろいろあるよね。うん。この前の大江海苔も美味しかったけど。わ、すごい。立派な海苔や。どういうふうにやってるんだ。ちょっと待ってよ。開いたね。うん、はい、見せて。はい、見せる。うん、どんな。まあ、この海苔は美味しそうな。ねえ、ツヤが、うん、すごい。はい、俺が持ってる。海苔にね、邪魔せんようなおかず作ったけど、うん、この海苔が美味しいんやって。味付けのね、すごい入れ物も上等なね。中身が、ま、50万のないわね。うん、入れ物が1つで、中身が2つやったりかな、4つじゃないと、4つか5つじゃないと。どうやろうね、欲しい。はい、食べてごらんや。ごらんあげて。こっちが、もう手に力がないけど、これは力じゃない、ここ。そうかもしれん。はい、封を切りました。はい、うん、はい、おー、エアジ。これエアジって味食べてないな。はい、いただきます。はい、ブサッと。はい、3つ。はい、見とって、はい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 、ばあちゃんに食べてか、食べてか、まあ、食べてごらん、食べてみて、ばあちゃんも食べてみて。そのまま感じ。ご飯にね、つけて食べて、うん、味、うん、味はもう海苔が美味しかったら、海苔味としてはおかずいらんがね。海苔味としては4つ、欲しい4つ。このふくよかな匂いは3つ。うん、ばあちゃんちょっとちょうだい、うん、取って。あ、うん、どれどれ。うん、あ、これはうまい。うん、全然違う。はい、星5つ。うん、うん、はい、星5つでございます。この海苔も美味しいね。この間のも美味しかったよ。うん、この間のも美味しかった。もう全然ね、あったまってた。違うね。質が違うわ。もう寿司にしてためには寿司にして。これは味がええ。ほんで、わざわざ豆のご飯あったけど、炊いたのよ、白ご飯。味にすごい深みがある。ほら。はい。まあ、美味しい。うん。うまいね。うん、美味しい美味しい、この海苔。大江チョコ、ええの教えてもらった。あの、おかずいらんね。いらん、これだけで食べれるわ。海苔がよかった。うん、それはスイカのね、砂糖で私らよ、ラッキョウズアイ普通に切ったけど結構ええ、これええで。味はいいの。ええ、ラッキョウズでつけそう。ほんとに3つ、腰3つ、うん、ラッキョウズつけちゃうな。そうなんや、ラッキョウズうまい。ほんまによかった。この巻き寿司の食べ方、うん、あ、テレビでしやったやか。巻いて縦に入れんっていうか、縦にそうすると横にしてたら美味しくない。あ、そうなん。ラジオ線こういうふうにして、それ恵方巻きじゃなくてテレビやる。
さあ、ごちそうさまでした。美味しかったよ。ねえ、いい海苔やね、これ。うん、これ食べたらね、うん、大豆分がご飯を入れてやって、うん、欲しいずつ。はい。はい、最高。ごちそうでございます。はい、はい、はい。今、食べしながら、トイレに行ってもらって。はい。サラダが美味しい。うん。よかった、これ。味付け海苔。美味しかった。生サラダ。ねえ。これは美味しい海苔じゃ。はい、できた。ラッキョウ酢あえ。ね、出来上がりがこれ。おじいちゃんがこれ、おじいちゃん。ちょっと食べてみようかね。硬い。あ、ラッキョウ酢で焼いただけやけど味が染みちゅう。美味しいわ、これいける。うん、これはいいね。ボイチョコ、うん、うん、ご飯上等よ。これ餃子は既製品やね。で、このスイカのラッキョウ剤が意外と美味しいと、うん、はい、いただきます。それでこれ海苔、じいちゃんが蓋をなくした大物海苔、いただきます。蓋どこ行ったのね。